一生、初めの自分、自然の自分。人は生まれると、光を、空気を、大地を受け入れた。求めず、ひたすら受け入れた。そして、母の愛を受け入れ、 安らいでいでた「自然はあなたを生み生かしてゆく」「あなたははじめ自然のくれるエナジーを受け入れて生きる」「この関係は一生涯続く」「生きてゆくことの根となった」 この初めの自分こそが一生涯自然とつながる自分なのだ初めの自分本来の自分とも呼べるそれはあなたの無意識に潜んでいる体に脈打っているその人の命を いつでも助ける素晴らしい能力を抱いているちっとも社会に出ないでいるがでも最も大切な自分なんだ初めの自分は無意識の自分だ頭で測って行動しない 過去や未来を考えて行動しない。死に転がっているどんぐりのように、ただそこにある。でもね、素晴らしい成長力を秘めている。一粒のどんぐりには、目を出し成長し、 そびえ立つ大木になる能力がある。誰しもが初めの自分の中に同じ能力を宿している。初めの自分は自分の命を愛している。そして他の人の命も受け入れて争わない。 はじめの自分には、この良きさががある。人間の本来の性質は善良なんだ。老子が一番大切にした思想だ。この良さが自分にあると気づくとき、笑顔になる。 その笑顔は他者も笑顔にする。そうさ、誰だって自分なりに初めの自分につながることができるんだよ。だってそれは誰のうちにも潜んでいて、いつでも力になってくれるのだからね。 受け入れることは、喜びと安らぎだ。はじめの自分は、しっかりと全身で、これを監督した。受け入れると安らぐと、素直に信じた。はじめの自分はいつも穏やかだ。 なぜってただ来るものを受け入れるからさ無理に求めないからさはじめの自分の愛の感情は広いんだ受け入れる愛だからね。